江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K国の掲示板からのご紹介でございます。 K 国民、トランプになれば K国の防衛産業には悪材料でしょうね、というスレッドがあったんですけど、どうなんでしょうか。はい、じゃあですね、こちらスレ主の書き込み見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。アメリカの戦闘艦を K 国、日本の造船所で作ろうとした計画が台無しになる可能性もあるし、ウクライナ戦争は終了、イスラエルも静かになれば K 国の防衛産業にある程度の打撃ではないだろうか。その次は電気自動車産業。はい、というね書き込みだったんですけども、こちらに対して K 国の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、1人目こちら。戦争が再び勃発し、K 国の防衛産業が最大の好況を迎える予定です。2年後には中東へ K タンクが大量に輸出されるでしょう。はははははって笑ってんじゃん。トランプが当選すると、ロシア・ウクライナ戦争はなぜ終わるのでしょうか。ヨーロッパはすでにトランプ当選に備えていますが、トランプ自身が支援を断つと言っているのに。防衛産業株と電気自動車株は注視すべき対象ですね。トランプとプーチンは交渉するでしょう。2人は仲がいいですから。トランプが当選しても武器をヨーロッパが購入するなら時間的に急がないので、K国の武器よりヨーロッパの NATO防衛産業を育てる可能性が高いでしょう。トランプのスタイルはアメリカの武器を大量に取引し、 K国の防衛市場と協力しないことが多いです。バイデンは同盟を重視するスタイルですが、トランプは自国の利益を優先するため、アメリカの武器産業が利益を得て K国は比較的減少するでしょう。世界の警察をやめる孤立主義なので、地域別の紛争が増加します。アメリカの武器では全てを賄いきれません。 EU の F-16 がウクライナに配備されることが承認されましたが、トランプが当選したからといってすぐに戦争は終わりません。ただし停戦交渉は弾みがつくでしょう。バイデンであろうと誰であろうと、すでにトランピズムは始まっており、バイデンもそれを阻止できません。ウクライナへの支援を断つべきだとずっと言っていたので、戦争は終わるでしょう。ウクライナにとっては残念な結果になるでしょうが、バイデンの短所は米ロ中のテロ組織とのコミュニケーションに問題があるようです。協議と取引を悪の枢軸と行わないので一線を越えてしまうのです。トランプは自分の言う通りに管理していたので、紛争の規模は縮小するでしょう。バイデンが2021年1月20日に就任した直後から大規模な戦争が起こりました。ウクライナがこのまま負ければ、東欧、ヨーロッパ全体が軍備を増強します。トランプは NATO の国々に自国防衛力を強化するよう強調しているため、防衛産業にとってはむしろ好材料です。トランプの基準に達している国はポーランドを除いてほとんどありません。分担金を増やし、防衛費を増やすよう求めるでしょう。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。今トラカクって言うんだね。トラカクね、カクトラ、アメリカ人はそういう人多いから、アルカイダの時もそうだし、お隣は門前払い食らうからお困りになるんじゃないかな。在京米軍撤退されないように懇願頑張ってね。そりゃ在京米国の費用は必ず上がるからね。トラさん、K国大嫌いだからね。待て待て、戦争で儲けようとすな。 K 国の防衛産業、 K 経済がダメになるならわかるが、防衛産業だけとかないわ。造船所で働く人いねえくせに何言ってんだ。そりゃヨーロッパが金を出さないからでしょ。もうトランプが大統領だった頃のプーチンでもないと思うけどな。世の中変わりすぎた。孤立じゃねえよ、アメリカファーストなだけ。トランプさん、岸田に脳を突きつけてくれないかな。トランプさんは警告嫌いだからね。ああ、警告終わったな、わら。そんなこと言ってたら、第二次朝鮮戦争始まったりしてね、わら。ウクライナ支援は続けるべきだけどな、梅雨の侵略成功の前例を作らせないために。米民主党は防衛産業とズブズブだからな。バイデンじゃ抑止できなかったってことが今なんですが。前回安倍さんが金色のゴルフクラブをプレゼントしたのを思い出した。
昔浅占有事に介入しないと米さんが言ったため北さんが攻めてきたのよね。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。